こんにちは。今日は、人気グループキングプリンスの岸優ユタが、実は、病気を抱えていたという衝撃の事実についてお伝えします。熱愛と噂で匂わせている彼女とは一体誰なのでしょうかそれでは、早速見ていきましょう。岸優ユタといえば、ジャニーズ事務所の人気グループキングプリンスのメンバーとして活躍しています。歌やダンスはもちろん、 ドラマや映画などでも演技力を発揮しています。しかし、そんなキシユータには、ファンも知らなかった病気があったのです。それは、新型コロナウイルス感染症です。今年の1月28日に、ジャニーズ事務所からキシユータが新型コロナウイルスに感染したことが発表されました。キシユータは、自身のブログで、僕は、今日をもってキングプリンスを脱退しますが、 これからもキングプリンスは続きますので、引き続き皆さんを応援よろしくお願いします。とファンにメッセージを送りました。また、僕は、引き続き、9月30日までジャニーズ事務所に所属させていただきます。それまで、自分のできることを全力でやり遂げるので皆さん見ていてください。とも、コメントしました。ひしゆうたが新型コロナウイルスに感染したことは、 ファンにとっても衝撃的なニュースでした。しかし、キシユタは無事に回復し、活動を再開することができました。では、キシユタの熱愛についてはどうなのでしょうか。次の章では、キシユタが匂わせていると噂される彼女についてお伝えします。さて、キシユタが病気を抱えていたことはご紹介しましたが、気になるのは彼女の存在ですよね。 岸優太は、これまでに、何人の女性と交際していたのでしょうかまた、現在は誰とお付き合いしているのでしょうかそれでは、岸優太の歴代彼女と現在の彼女について見ていきましょう。岸優太の歴代彼女は、6人と言われています。その中には、有名な女優やアイドルも含まれています。では、一人ずつ詳しく見ていきましょう。 歴代彼女一人目は、乃木坂46の伊藤純奈さんです。伊藤純奈さんは、ジャニーズファンであることが知られており、岸優太さんが好きだというツイートが見つかったことが噂のきっかけでした。しかし、そのツイートは、偽物であり、伊藤純奈さん本人のものではありませんでした。また、 伊藤淳奈さんが推しているジャニーズはストーンズの京本大河さんだということも判明しました。岸優太さんと伊藤淳奈さんは2014年にドラマ近距離恋愛で共演していましたがそれ以上の関係はなかったようです。歴代彼女二人目は一般人の年上女性です。岸優太さんはインタビューで年上好きを明かしており 45歳とか、経験値を踏んでる女性って、教えてもらいたい、と話していました。その発言から、岸優太さんが、年上の一般人女性と交際しているのではないかと噂されましたが、具体的な情報はありませんでした。また、週刊誌でスクープされたわけでもないので、デマと見ていいでしょう。歴代彼女3人目は、 女優の上白い萌もえ歌さんです。上白い萌もえ歌さんはドラマや映画に引っ張りだこの人気女優さんです。岸優太さんと上白い萌もえ歌さんの噂が広まったのは、2017年に放送されたスカットジャパンでの共演がきっかけでした。番組内で、岸優太さんが上白い萌もえ歌さんに告白し、後ろからハグをしていた映像が流れたことで、 二人の仲がいいのではないかと話題になりました。しかし、これは単なるドラマの演技であり、プライベートでの写真や証拠もないので、熱愛関係ということはないでしょう。歴代彼女4人目は、同じキングプリンスのメンバーであるナガセレンさんです。SNS 上で二人がお似合いだと話題になり、見つめ合う様子が彼氏と彼女に見えると言われています。 ある意味他の噂になった方たちよりお似合いのカップルかもしれませんが、これはファンが勝手に言っているだけで、ネタみたいなものでしょう。歴代彼女5人目は、一般人の、秋、という人物です。某掲示板にファンが騎士言うた3について、彼女、秋、と書き込みをしたことで、彼女は、秋、と言われるようになりました。しかし、 単にファンが勝手に書き込んだだけなので、信教性は低いです。歴代彼女6人目は、中学時代の初恋の相手です。岸優太さんはインタビューで、初恋の話をしており、中学生の時に好きだった子がいて、その子と付き合っていたんですけど、その子が浮気して別れました、と明かしていました。その後、その子と再会したこともあるそうですが、 詳細は不明です。騎優ユタの歴代彼女と現在の彼女について見てきましたが、気になるのは騎優ユタの今後ですよね。騎優ユタは2023年にジャニーズ事務所を対処するという衝撃的な発表をしました。その理由や今後の活動について、詳しく見ていきましょう。騎優ユタがジャニーズ事務所を対処する理由は何だったのでしょうか騎優ユタは 自身のブログで対処の理由を説明しています。その中で、岸優太は、自分がやりたいことをやりたいようにやりたい。という思いが強くなったことを明かしています。岸優太は、ジャニーズ事務所を対処した後、どのような活動をするのでしょうか。岸優太は、ブログで、俳優としても歌手としても活動していきたい。という意向を示しています。 キシユータはキングプリンスのリーダーとしてメンバーやファンに愛されていたのでこの発表には多くの人が驚きや悲しみを感じたことでしょうキシユータはジャニーズ事務所を対処した後どのような芸能事務所に所属するのでしょうかキシユータはブログでまだ決めていないということを明かしていますしかしキシユータには すでにオファーが殺到しているという噂もあります。その中でも、最有力候補とされているのが、アニューズ、です。アニューズは、俳優や歌手など多彩なタレントが所属しており、岸優太の希望に合っていると言えるでしょう。また、アニューズには岸優太と、仲の良い佐藤健や三浦春馬が所属していたこともあり、 キシユータがアニューズに移籍する可能性は高いと言われています。キシユータの対処によって、彼の恋愛にも変化があるのでしょうかキシユータは現在、彼女はいないようです。キシユータはそんな理想の女性と出会い得るのでしょうかキングプリンスの平野賞、神宮寺ユータ、キシユータが本日22日限りでグループを脱退する。 平野と神宮寺は、同日にジャニーズ事務所を退所し、騎士は今週に退所グループは、長瀬恋と高橋海との二人になる。午後10時50分、会員制サイト、ジャニーズウェブのブログを更新し、平野と高橋が思いを綴った。最後は、じゃあそろそろキングプリンスともお別れかな、と綴った。高橋はグループに残り、 ファンに対して気遣いを示し、メンバーに感謝の気持ちを伝え、最後に愛を告げた、キングプリンスは、ミスター・キングとミスター・プリンスの期間限定ユニットから誕生し、